ないよ。ありがとう。ちょっと血色ゼロやねん。グデ玉やん。そう、グデってます。グデ玉のツイートがバズってて嬉しいです。みそら、何ひき肉ですっていうね画像を上げてて、グデ玉が、もう久々にグデ玉がバズったわけよ。みそらはもうグデ玉推しとしてめちゃめちゃ嬉しい。失礼します。あ、びっくりした。もう誰かと思った。ポンちゃん、おいだだよ。でさ、充電したい。私、お母さんニヤニヤしてへんでな。もしかして充電器ない。充電器こっちあれないかも。あれ、なんつか、あそこの辺ちゃう。貼ります、これ。そう、お母さんはね、なんかあの演技のし嫌やわ、なんか座敷わらし。え、食べながらさ、ルームスしない。あ、ほんまやな。え、分からん分からん。いや、そんな話してたっけ。じゃあ、お母さんが演技の熱血指導してきました。なんかルームします。もっとあんた1個だけ食べていい。誰かに語りかけてるって意識を持ちなさいみたいな感じでね、照れてるどころかお母さんも指導をしてくれました。お母さんすごい。そうやで、萌え台詞の指導してた。お母さんはすごい。待って、研究生ツイートじゃん。え、それ誰が。いそう。すごいこぼしちゃった。おはよう。どこに、あ、そこやったら平気、服にこぼしたんかと思った。え、じゃあ待って、かわいい。醤油こぼしました。え、ミッキー、おはようございます。え、わかちゃん何時から行くの。おはようございます。5時20分。おはようございます。5時からこれ、ユマに会えました。5時20分。あ、え、これで配信する。違うこれ。あ、小山さん、花火ありがとうございます。何時、今何時。5時4分。え、やばい。そう、グデ玉のひき肉めっちゃ可愛かったでしょ。めっちゃ忘れてた。え、見たよそれで。うん、見たよそれ。見た、うん、そう、バズってんね今グデ玉が。バズってるよな、うん、めっちゃ嬉しい。いただき食べよう。エスプーマ焼き氷食べてきたよ。めっちゃ美味しいでしょ。よくぞ言ってくれました。こんにちは。あは、こんにちは。何探してんの。こんにちは。世界どこ。いや、マジでさ、俺のトートバッグブラックホールだから。キャー、嬉しい。ユマがタンプレ使ってくれてます。ハッピー、ハッピージャムジャムナウ。ハッピージャムジャム最高。こんにちは。ありがとう。イラ君、失礼します。忘れてました。そう、お母さんがね、お母さんなんかそういうとこね、こだわる人やから。こんにちは。演技指導入りました。カッツンです。来てもらった。それでは、私もレインボースター乾杯。すごい楽しみ。楽しみ、会えるじゃん。今日仕事じゃなかったら書いてあるね。うん、美味しい。土日来てください。やっぱみそら最近はなんか甘いものにミルクティーとか塩系に炭酸じゃなくて、甘いものには炭酸いって、しょっぱいものには甘いやつを合わせる感じになってきました。なんかそっちの方がお互いが美味しく感じれるんよね。なんかわかる、さっきまでしょっぱいの食べてたからこれが引き立って美味しいみたいな。逆もしかり。見て、うん、トーンっていうとこがあるの。うんうん、真っ白、真っ黒。トーン？やばい。ミスラもやる。エフェクト？エフェクト。なんか白くてフィルターかかってるなと思ったらそれやった。うわ！みんな見てください。ハガレイちゃんが教えてくれた。ちょっとこれでもやっぱなしにしとこうかな。ちょっと怖いね。お化けみたいな。やりすぎたらね。しかもすっぴんやからなおさら。いやでも確かに白くしたいときこれ使おう。このなさいいよね。うん。こんにちは。応援です。しゅんたくん、ハートありがとう。来てくれますか、公園。てきん、待ってますよ。ありがとう。ゆらくん、ハートありがとう。いっぱいありがとう、ハート。しゅんたくん、見渡す限りハートや。え、そうだよね。めぐちもね、さっき知ったの。公園頑張って。ちらちゃんの生誕祭最前列で嬉しかった。いや、運命ですね。近くから見守ってくれてありがとうございます。また来年もみんなに、みんなと一緒に幸せになれるようにみそには頑張りますね。ありがとう。今から何食べるでしょう。正解は花火みたいなやつ。ありがとう。待ってね、今わさびつけてます。わさび爆漬け太郎ちゃんやからちょっと準備に時間かかっちゃう。
DMM の7列目ってそんな絶妙なパソコンの前で言ってね。しかも旗ありがとう。ああ、やっと旗ありがとう。広瀬すずさん、正解は広瀬すずさんはこんなブサイクいません。こんにちは、いただきます。ヨウちゃん、どれもありがとう。今日行くねって待ってるね。レイコンってやっほー。頑固寿司、金魚ありがとう。今ナンバーについた。え、待ってるぜ、それは。はい、楽しみ。ミラクル、ありがとう。マリブン、なんでありがとう。やめた方がいいですか。5時にやめた方がいい。あっち見てもいいですか。そうなんですよ。そういうことなんです。かわいいだって。思った以上にタコがいい歯ごたえで。マイク触ってます。え、どういうことどういうこと。マイク、わさびいけますよ。ありがとう。むしろわさびなかったら寿司食べたくないです。よっちゃん花火ありがとう。ようちゃん、だるまありがとう。ゆらこ、なんかありがとう。のりこ、花火ありがとう。うん、なんか流れたら音楽でも流れたと思って今焦ってしまった。 え声がこもってる。だってなんだと。それは知らないよ。しゅんたくん、千個ハート、ありがとう。ミスラもいっぱい送っとこう。ギブポース。ん？なんて読むんですか。ごめんね、みんな飯してるしちゃって。では DMM でペラジオと応援されて応援お願いします。待ってます。声が、え？つりちゃん、花火みたいなやつありがとう。レイちゃん、お寿司食べた。まだね、食べてないの。からしもいけるし、味覚は大人か。誰が見た目は子供ですか。うなぎがあるらしいです。うなぎがあるらしいです。からしもわさびもなかったら私食べないですよ。肉まんはからしないと食べないし。いや、でもあとこん中でいけんのなんやろ。ポーズください。お、ポーズください。マグロ、マグロはいけるね。レイコンポーズがあるんです。みんな食べたくなってきた。マジ下アングルでごめん。あげよっか。ミソラが食べられへんかにかまいる。ポヨリンうなぎトレードしてたやって。欲しい欲しい。ポヨリンがうなぎトレードしてたらしい。何と交換してくれんのやろ。ミソラサーモン欲しい。サーモン、え、サーモンとうなぎ交換する。ハガレイとトレードの約束しました。約束しました。うなぎあげるからサーモンもらいます。レイコン、レインボスターありがとう、はい。みんなあげます。花火みたいなやつありがとう。初めまして。タコ行けるのにイカ行かない。あの別にイカが無理ってわけじゃなくて、あのこの寿司サイズのイカがちょっとっていうあれなんですよね。あのそうめんみたいなやつになったらめっちゃ好きなんですけどね。メープルさん、メープル、花火みたいなやつありがとう。なんちゃ、今年福岡から大阪に何度も来てるけど、先日やっとたこ焼き食べた。え、めっちゃいいやん。やっぱ大阪のたこ焼きは美味しいですか。本場の味みたいな。わからんけど。うなぎは太るらしい。そうなん。タレじゃない、甘だれみたいなついてるし。肉まんはほぼからし食べてる。あ、そうです。みそら半分肉まん食べつつ半分からし食べてるみたいなとこあります。サーモンは女の子みんな好きなイメージ。確かにね、なんかとろけるからね、好きだよ。5時20分からルームスでね、ちょっと待って、時間確認します。あれ、5時15分経ちましたかね。ちょっと15分になったらここの場所をね、ちょっとどけないといけないので、みそにゃはちょっとそろそろ行こうかな。みんな寿司食べたくなりましたか。でもそれがみそらの今日の目的です。いや、嘘です。結構適当に言いました。でもあの、みんな今日は夜ご飯寿司にしたらどうですか。あとぜひ寿司とミルクティー結構合うのでよかったらどうですか。今日の公演の目標は表情のバリエーションっていうのをね、ツイッターに書いたんですけど、口だけじゃなくてちゃんと行動できるように、あの意識を新しく持って頑張りたいと思います。ちょっと19歳なのでね、もっともっと成長したいので頑張ります。というわけで壇上読みますね。みんなお腹すいたでしょう。ちゃんとご飯食べや。それでは13位、萌えさん、ありがとう。12位、三浦さん、ありがとう。11位、マットジャック、リロイさん、ありがとう。
10位やっさん、ありがとう。劇場に変な人、何それ、何それ、変な人。9位カズさん、ありがとう。図書会パチパチ。8位ユージーさん、ありがとう。31が第20決。7位マー君、ありがとう。6位マッチさん、ありがとう。5位ヨシさん、ありがとう。4位小山さん、ありがとう。3位大和さん、ありがとう。2位深夜さん、ありがとう。チャキン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 、ありがとう。1位がしゅんとくん、ありがとう。イエーイイエーイ。もう無理ですか。わかりました。じゃあみんなちょうど15分経ったので、あいたたたたた、終わりたいと思います。みんなこの後公演一緒に楽しみましょうね。それではみそにゃは寿司を持って退散しますね。バイバーイ。すっぴんあんまり拡散しないでね。よいしょ、今日も楽しみましょう。バイバーイ。